答えは常に塔の上にある。ここはどんな客人も歓迎いたしますよ。私はヘドン、この塔の管理人。塔、塔、ここが、あの、以後お見知りおきよ、夜お坊ちゃま。なんで僕の名前を、彼女と話を。僕はその子を追って。答えは常に塔の上にある。塔の上、塔の上にラヘルが。塔を登るテスト、お受けになりますか？テストルールは簡単。坊ちゃまが檻の中に入り、白い蝶ウナギを回避し、あのボールを割れば合格です。テストを受けますか？引き返すならば今です。塔は危険だ。あなたのような方はすぐに命を。素晴らしい。オニアナジャカーブ。イサヌケッタ甘い類。ウセドゥンニアネテジュータガボトク。もう言葉はわかるな。はい。あんたのレベルには似合わない高級ポケットよ。ポケット、自動翻訳だけじゃない、塔でのライフラインの要だ。ポケットに向かってヒカシモードと言ってみな。ヒカシモード。わあ、そんな驚かなくていい。ちなみにカシモードといえば元に戻る。やっぱりあんた非選別者ね。非選別者、あんたみたいに自分で扉を開けて入ってきたよそ者のこと、うん、っていうか非選別者のくせに弱そうね。もうどうするんですか、非選別者と関わったりして。じゃああんたはこのままこいつが白い蝶ウナギに丸飲みにされればいいってんな。いくらザハードの姫ユリ様でも、このことが王に知られたら死刑ですね。あんたが王にチクったらそうなるわね。ユリ様、私は塔の秩序と王家の繁栄のために全てを捧げております。ですので自らの仕事をこなすまで。はっ、なぜこんな不利なテストを。鋼の鱗で覆われたあの蝶ウナギは20回レベルのものでも手こずる怪物よ。不利？彼は非選別者ですよ。案内人から見てこいつに隠された力を感じる？いきなり変身したりしそう？いえ、すばしっこそうではありますが。ほら、エヴァンもそう言ってるのよ。こんな体も小さくて弱っちそうなのよ。まあ強いて言えばちょっとイケメンなくらい。テストのレベルをぐんと下げても良いんじゃないの、ヘドン先生。私はここの管理人、塔にふさわしい人間か見極める必要がある。ヘドン、僕は大丈夫です。はあ、どなたかは分かりませんが親切にありがとうございます。ザハードの姫も知らないの？何あんた
そんなわからんちん状態で塔を登ろうとしてるの？死にたいの？ここで諦めるよりマシです。そこまで彼を塔に登らせたいならば、ユリ様、黒の三月を貸して差し上げたらいかがです？持つ者により鉛の塊にでも全てを切り裂く刃ともなるザハードに伝わる名刀。なりません！黒の三月はザハードの姫だけが持つことを許される。他の者に渡ったと知れば。アムズインベントリー貸しモード。ユリ様、貸してあげる。あんた可愛い顔してるから。ユリ様、そのすごいもの。あんた塔に登りたいんじゃないの？まさか本当にお貸しになるとは。はあ？あんたが貸せって言ったんでしょ。ボール終わったらすぐお返しします。あんたはまず自分の命を守ることだけを考えなさい。はい。ユリ様、まさかあの少年に一目惚れ？でっ、うっさい。では本気で非選別者が塔を変えてくれるとでも？バッカじゃないの。私が退屈嫌いって知ってるでしょ。それだけ。実は一つだけこのテストに受かる道がある。手助けすれば失格となります。じゃあこのまま死なせろって。それも彼が選んだ道。どけヘド。随分な口の利き方ですね。黙れ管理人だろうと。私は待ってください。ユリ様、放て。あれが正解なんです。どういうこと？あの白い蝶ウナギから逃げ切るのは不可能。ならば逃げずに立ち向かい、口の中に飛び込むしかない。死の恐怖に打ち勝つこと、それがこのテストの答えです。刺したの？口の中に入って。答えを知ってたならなんで教えてあげないのよ。答えが分かっても普通はそんなバカな行動はできない。でも少年には死の恐怖を凌駕する何かが、恐怖に立ち向かえる何かが、あの少年にはあった。テストはまだ始まってもいませんよ。どうなってるの？なんでボールが割れないのよ。そう私に言われましても。あんた何を企んでるの？バレろ、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 バレろ！ラエル、バレろ！少し騒ぎすぎたようですね。まずい！もう逃げろ、シギリ！逃げなさい！早く！逃げて！おい、シギリ！黒の三月に喋りかけろ！力を貸してくれって！頭おかしいんじゃないの？あの刀は私に。いいから早くやれ！お願い、力を貸して。嘘、
少年、塔を登る力を貸せというのだな。違います。ん？塔なんてどうでもいい。お願いです、僕がラヘルに会うために力を貸してください。つまんない男ね。けどその可愛い顔に免じて力を貸そう、今回だけな。何？え、私がいくら念じても指導しなかったのってあいつがただの男好きだったから。そうよ、女はさっさと消えなさい。塔に伝わる迷信が本当だったとは、なんか納得いかない。割れた。俺に元に戻ることはない。再び出会った彼女はあなたの知らない時間を生きた彼女なのだから。だがまずは眠れ、この先の道は険しい。